雪糕，我是阿酱，我是 Nachi， 我们是 Perfume。コードオブパフューム2025アジアツアー2024 in 台北が7月の6日に迫ってまいりました。本当に今から楽しみにしています。このライブはコードオブパフュームと題しまして、私たちパフュームがやってきたライブのザ・ベストライブパフォーマンスを皆さんにまとめて見ていただこうということで、コードオブパフュームと名付けてやらせていただいております。イギリス公演、日本の公演とあってアジアのツアーに回れるということで、もうそれも全部大きさが変わってやっていってるライブなので、もう そこで私たちの最新の楽曲だったり最新のパフォーマンスがどん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 更新されて、アップデートされて、だから一番新しいコードオブパフュームをアジアの方に見ていただけるという、そういうライブとなっています。はい、まあ、まず台北の思い出なんかありますかって書いてある。いや、もう思い出だらけだよね。好きすぎて本当に家族で旅行行ったりもしてるし、ライブのたびに遠泊とかしてね、そうご飯食べたり、観光したりしてるので、みんなでお茶すっごい買ったりしたよね。あれ飲み切るの時間かかった。だってすっごい買ったもん。ね、すっごい買っちゃって。2キロとか買った。やっぱ美味しいから、で、日本じゃ買えないから、行った時にいっぱい買って、それを帰ってね、台湾に思いを馳せて飲んでました。そうだね。あとなんか、CM でも行ったりして、ロケで回らせてもらって、電車にね、3人で乗ったこともありました。あとなんか、タクシーみたいな車にずっと乗ってるシーンがあったんだけど、それも3人で後ろの座席に座ってね、いろんなところをドライブして、あんなのも楽しかったし、楽しかった。あとかき氷が大好き。あー、わかる。乗ったかき氷とか、黒糖のかき氷とか、お餅とかがいっぱい乗ってる、鮮椒ゼリーとか乗ってるのがもう大好き。わかる。もちもちとツルツルとシャキシャキ、そう、楽しみ、超楽しみね。今回も行ってたくさんいろんなスイーツ食べ物食べれるの楽しみにしています。さあ、そしてライブですけれども、今回あのウォームアッププレイリストというのを作ってみました。ライブをねより楽しめる、ミュージックプレイリストとなってますので、よかったらみんなチェックしてみてください。これを聞いてぜひライブに向けてテンション爆上げでいっちゃいましょう。では皆さん、7月の6日に台北ミュージックセンターでお会いしましょう。バイバイ。